こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では40代の大人の男性に合う定番夏アイテム5000というテーマで 皆さんにお届けしてみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルはですね、結構30代後半から40代の男性が多く見ていらっしゃるんですが、まあ、厳密に言うと30代と40代で似合う服って微妙に変わってくるわけですね。まあ、30代の頃というのはまだトレンド的なアイテムが結構似合ったりしますし、まあ、体型もそうですし、雰囲気も若々しさがあったりするので、まあ、そういったトレンド的なものも似合いやすいんですが、まあ、40代以降になってくるとそういった たものが徐々に似合いづらくなったりだとか今までの着こなしに違和感を覚え始める方が結構多いかなと思うんですね ですので、今回の動画では、特に40代以上の男性で、まあ、定番的に使えて、なおかつその中にトレンド感がほんのり漂うようなアイテムですね。こういったものを5つ厳選してみましたので、ぜひですね、40代以上の男性ですとか、あとは30代後半の方でも、結構真面目な雰囲気の方だとか、そういった方にはですね、今回のテーマがバチッとハマるかなと思うので、ぜひお楽しみいただければなと思っています。まあ、僕自身ですね、結構年齢的に微妙なところで、 で結構トレンド的なものが好きだったりするんですが、年々ですね、ビッグシルエットすぎるものが似合わないなと感じたりだとか、なんか短パンがちょっと違和感を覚えるぞというところがあったりだとか、結構ですね、30代から40代に変わるにつれて、似合うものもですね、微妙に変化してくるというのをですね、実感してるわけなんですね。ですので、今回は最近服が似合わないと感じている方もですね、ぜひ参考にしていただければなと思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの業日ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょうはい、ということで早速ですね、一つ目のアイテムから皆さんにご紹介したいなと思うんですが、僕が今ですね、上半身に着てるようなリネンシャツですね。 これはまさしく40代の大人の男性であれば1枚は持っておいて間違いのないようなアイテムかなと思うんですね。まあ、夏って暑いのでとにかく快適さをですね、重視して半袖の T シャツだとかあとはポロシャツですね。このあたりを着る方が多いかなと思うんですがそれはそれでいいんですけどもどうしても二の腕が見えてしまうとカジュアルに見えがちなんですね。特に T シャツというのは 本当にカジュアルに見えてしまうので、まあそういったものよりはちょっと小綺麗に見えるような襟付きのシャツは持っておいて損がないかなと思うんですね。その中でもこのようなリネンシャツというのはまさにですね、夏の定番中の定番で、ぜひ皆さんにもですね、一枚は持っておいていただきたいなというふうに思っています。僕が今着てるのはですね、昨日ちょうど買ってきました、ユニバーサルランゲージのですね、リネンシャツになるんですが、まあこういったですね、シンプルなネイビーだと そういった色合いのリネンシャツというのは大人の男性にはめちゃくちゃ似合いやすいんですね。僕は今まで13年ぐらいですね、一般の方を対象としたスタイリングを行ってきましたが、ネイビーのリネンシャツはもう鉄板なので、ぜひ皆さんにもですね、トライをしていただきたいなと思っています。僕が今着ているものはですね、こういった いわゆるバンドカラーシャツと呼ばれるような襟元がスッキリとしたもので、ややトレンド感のあるものなんですね。まあこういったもので少し変化を取り入れるのもいいと思いますし、以前動画の中でも解説をしました。 ユニクロの定番のリネンシャツですね。こちらは僕が着ているネイビーよりも少し明るめのブルー系の色合いなんですが、襟はですね、まあ大体レギュラーカラーに近いようなものが付いてまして、こちらでも全く問題はありません。少し今っぽく見せたい場合は価格帯も上げてユニバーサルランゲージだとか、まあ、セレクトショップのオリジナルでもいいかなと思うので、こういったバンドカラーのリネンシャツもいいと思いますし、なるべく手軽に済ませたい方はユニクロですね。こういったブルー系だとか、 思い切ってこういったグリーン系なんかも結構爽やかに見えるので素敵かなと思います。ぜひですね、リネンシャスというのは使い勝手抜群なのでトライをしていただきたいんですが、あまりタイトなサイズ感にしすぎるのではなくて、少しゆとりがあってもいいかなと思います。僕が着てるのはですね、こちら M サイズなんですね。身長164センチで53キロなので、まあジャストサイズで言ったら S なんですが、あえてワンサイズ上げることで、まあ適度にですね、風が通り抜けられるぐらいのですね、ゆとりを持たせています。まあこれ これぐらいの方がちょっとこう体型もカバーできたりするので、まあ、バランスがいいんじゃないのかなと思います。あと着方としてはいろいろあるんですが白 T シャツの上に軽く羽織って ボタンをですね、適度に開ける感じ。個人的にはこういった着方がですね、まあ根気っぽくていいかなと思うんですね。第1ボタン、第2ボタンぐらいを開けてしまって、真ん中の3つのボタンを閉めて、まあ下1つとか2つはまたこのようにですね、開けると、ちょっと白 T がですね、覗くんですね。まあこのようにして、あとは腕まくりですね。これも重要で、 長袖シャツを腕まくりして涼しくするというのが、まあ、個人的には40代以降の男性にはすごく似合いやすいと思うんですね。この二の腕あたりをカバーすることである程度カジュアルさを調節することができるので、このようなリネンシャツのスタイル、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちら。 オープンカラーシャツの半袖ですね。まあ先ほどですね、リネンの長袖シャツをご紹介しまして、この二の腕あたりを隠した方がいいという話をしながら、早速矛盾するわけなんですが、まあそうは言っても暑くて長袖は着たくないよという方も、やっぱり少なくないと思うんですね。そういう方は半袖シャツぜひ使っていただきたいんですが、まあ半袖シャツにも色々バリエーションがありまして、先ほどもお伝えしたようなポロシャツみたいなものもあったりするんですが、ポロシャツって で、うまくいけば素敵なんですけれども、まあ最近のポロシャツってちょっとレトロ調のニットポロとかそういったものがトレンドになってるんですが、失敗するとめちゃくちゃおじさんっぽく見えるという危険性があるんですね。ですので、半袖のちょっとタイトでこうムチっとしたようなポロシャツを着るんだったら、個人的には今トレンド感もあって、なおかつ大人の男性にも似合いやすい半袖シャツとしたら、まあこのようなオープンカラーシャツが使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。え僕は今 今着てるのはユニクロとセオリーのコラボレーションのブラックのですね、オープンカラーシャツなんですが、これが今期見た中で40代の大人の男性がベーシックに着るのであれば一番使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね。まあオープンカラーシャツというのもこれまたですね、襟元がこうグッと空いてるようなデザインになってまして、失敗するとなんかアロハシャツを着てるおじさんっぽくなりがちなので、色はシャープにブラックだとかネイビーにしてしまった方がバランスが取りやすいかなと思うんですね。 そこさえ気をつければ全く問題なくですね、40代以降の大人の男性にも着れるかなと思いますし、あとはですね、ユニクロとマルニのコラボレーションぐらいの結構大きめのサイズングにしてしまうと、それまた40代以降の男性だと、おしゃれな人だったらいいんですが、そうじゃない方には難易度が高いので、ユニクロセオリーぐらいの程よいゆったりぐらいがですね、僕は使い勝手がいいかなと思うので、これがベストチョイスかなと思っています。で、襟型もですね、今僕はオープンカラーシャツといってこう、 入いてるものを選んでいるんですが まあこちらのようなですね、レギュラーカラーもおすすめなんですね。今期グリーンレベルさんとコラボレーションで作ったこのようなレギュラーカラーの反省シャツも個人的にはすごく好きですね。まあどちらかというと僕らはこっち派なんですが40代以降の大人の男性にはですね、やはりこのオープンカラーシャツのような襟がぐっと空いてるものの方がシャープに見えるんですね。ここに V ラインができるのでより体型がスマートに見えて収まりが良かったりするんですね。ですので、レギュラーカラーは中 中級者以上の方におすすめで、まあ、初級者の方とか気軽に使いやすいものとしては、このようなオープンカラーシャツの方に軍配が上がるかなと思うので、そのあたりはですね、えー、皆さんのファッションのですね、習得度に応じて選んでもらうといいかなと思います。まずこのようなオープンカラーシャツのブラックネイビー系は鉄板だと思うので、ぜひ1枚持っておいていただきたいなと思います。まあ、合わせ方としては簡単ですね。先ほどとコーディネートの土台は全く変わらないですね。内側には白系の T シャツを着ていますし、 あと、ボトムスですね。これ、この流れの中でそのまま行ってしまいますが、 3点目のおすすめアイテムになるんですが、グレー系のパンツが結構使い勝手がいいんですね。こちらは今季グリーンレベルさんとコラボレーションして作ったシアサッカーのパンツなんですね。このような素材感、シアサッカーというのは表面に凹凸感があって、縦にラインが入るようなものになっていまして、肌にペタッと貼り付くことがないようなボトムスなんですね。まあ、こういったものがすごく使い勝手がいいんですね。僕は結構ブラック系のパンツを押すことが 多くて、まあ、この着こなしにブラックのパンツでもいいんですが、ブラックのシャツにブラックのパンツだとやっぱり重たいので少し色を変えたいなということで、このような深めのグレーというのは結構 結構合わせがしやすいので、トライをしていただきたいなと思っています。先ほどのようなネイビーだとか、ブルー系のリネンシャツにもこういったグレーのパンツって合いますし、あと華やかなブルー系のシャツだとか、グリーン系のシャツにも合うので、結構鉄板で何にでも合わせやすいのがグレーパンツの良さなんですね。 ですので、こういった夏のパンツであれば、シアサッカーという夏素材で、なおかつグレー系のパンツというのは、めちゃくちゃ使い勝手がいいので、1本は持っておくと便利なのかなというふうに思っています。まあ、今回はこのような形で、ブラックのシャツとグレーのパンツということで、モノトーンの着こなしが簡単に実現できるので、こういった組み合わせ、いいんじゃないのかなと思います。ちなみに、夏のパンツとして、 短パン、これめちゃくちゃ涼しくていいかなと思うんですが、40代を超えて短パンが似合う方っていうのは、 結構限られてきます。おしゃれ中級者以上の方だとか、あとはスポーツをやっていて、活発な雰囲気の方であれば短パンが似合うんですが、色白で、なおかつ真面目な雰囲気の方が短パンを履くとめちゃくちゃ似合わないので、そこは注意をした方がいいかなと思います。まずはロング丈のパンツが基本としてあるよというところは、頭の片隅に置きながら、鉄板はこのようなグレー系のパンツ、もしくはいつも皆さんが履いてるような スマートアンクルパンツだとか、アーバンスラックスのブラックとかでも全く問題がないので、そういったものを合わせる場合は、黒のシャツよりはこういったブルー系のシャツとか、こういったグリーン系のシャツなんかで差し色的に使ってあげるとバランスがいいかなと思うので、ぜひそのあたりも踏まえながら、グレーのパンツチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いて4点目のアイテムなんですが、僕が今着てるような、このような半袖のニットですね。これまた大人の男性、特に40代以上の男性であれば、鉄板のアイテムかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思います。先ほどもちょっと触れましたが、半袖の T シャツ、もちろんいいんですよ。僕も大好きで、よく着るんですけども、やはりですね、かなりカジュアルなので、大人の男性が1枚で着て様になるということは、ちょっとずつ難しくなってくるんですね。 特にシンプルな白無地 T シャツでタイトなものだとかそういったものだとなかなか難しかったりするのでそこで1枚持っておくと便利なのがこのような T シャツのように半袖でカジュアル感はあるんだけども素材感がニットということで一定の綺麗さというところを保つことができるんですねこのようなアイテムは結構最近は多くなってきたんじゃないですかね僕は10代20代の頃ってこのような半袖ニットなんていうのはそんなになかったと思うんですが ここですね、6、7年ぐらいで結構選択肢が増えてきたんですね。最初見た時はこんなの熱くて切れないよと思ったんですが、まあ、意外と半袖なので、 まあ、ガンガン冷房が効いてる時には、T シャツ1枚よりは帰ってありがたかったりするので、僕もですね、外遊びの時にはなかなか着ないですが、結構ですね、室内で過ごすことが多い時には、このようなハースデニットを使うことが多かったりします。まあ、この上にですね、ジャケットなんかを羽織れば、ビジネスカジュアルなんかでも使えたりするので、意外と便利なんですね。まあ、色に関しては、 ホワイトだとか、ライトグレーだとか、そういった明るめのものを用意しておけば、下をですね、ブラック系のパンツにするだけで簡単にコーディネートが完成するので、結構使い勝手がいいんじゃないかなと思います。僕が今着てるのは、今季のユニバーサルランゲージのもので、このようなリネンシャツとか、ハンレニットだとか、ちょっとこうビジネスの感じがするようなアイテムって、意外とユニバーサルランゲージとか、スーツカンパニーが強かったですので、そういったとこで買い揃えるのもいいと思います。意外とユニクロで似たようなものがないので、 あとはセレクトショップのオリジナルですね。そういったところで買ってもらうといいかなと思うんですが、まあライトグレー、この感じなんかはいいと思いますし、厚みもですね、こういったものって薄すぎるものだとちょっとこう体のラインをそのまま拾ってしまうので、中肉厚よりちょっと手前ぐらいですかちょっと伝わりづらいかもしれないですが、 薄すぎないものを選んだ方が体型を綺麗に見せてくれる効果があるかなと思います。あとは表面の折り感ですね。ここは細かなものを選んでもらうとすごく上品で T シャツの代わりになるかなと思うんですね。 僕は下に白 T を着て、襟元からちょっと見せてあげるのが好きなので、このようなレイヤードスタイルを組んでもらうと、すごくバランスがいいかなと思いますね。下はブラックの、今回はアーバンスラックスを合わせてみましたが、まあ、今回のですね、後手の中には含まないんですが、まあ、大人のボトムスの定番としてブラック系のパンツはすごく使いやすくて、上にちょっと明るめの色を持ってきた時には、ブラック系のパンツで引き締めてあげるのは、夏でも有効なので、ぜひ使っていただきたいなと思います。で、シルエットなんですが、 スマートアンクルパンツの方が少しゆとりがあって、アーバンスラックスの方が細身なんですね。まあ、細い体型の方で、なおかつですね、ベーシックな路線が好きな方は、アーバンスラックスが一番足の見え方としては綺麗だと思います。トレンド感をやや取り入れたい方はですね、ユニクロのスマートアンクルパンツがいいかなと思いますし、僕の動画の中でも解説をしました、タックテーパードパンツというのは結構中級者以上の方に好まれるボトムスなので、まあ、40代以降のですね、おしゃれ中級者未満の方だったら、 僕はこのあたりのパンツの方がはるかに使いやすいかなと思うのでそのあたりもですね含めてぜひチェックをしていただければなと思っていますはい続いてラスト5点目はですねシューズなんですが先ほどからずっと履いているのはこちら 白レザースニーカーですね。これもう本当に季節の問題じゃなくて、一年中持っておくと間違いのないアイテムかなと思っています。まあ、僕動画の中では最近は結構ニューバランスのですね、グレー系のスニーカーを押すことが多かったりだとか、夏場だったらグルカサンダルとか、レザー系のサンダルを押すことが多いんですが、まあ、40代の大人の着こなしというところで何がベースになるのかなと思ったら、 やっぱり白レザースニーカーなんですよ。ニューバランスのスニーカー、こちらに置いてありますが、 やっぱりいいんですけど、トレンド感があって、なおかつですね、これが良いところでもあり、悪いところでもあるんですが、適度なやぼったさがあるんですね。で、こういったものが似合うっていうのは、一定のオシャレ感がある方なので、40代以降の大人の男性があんまりよくわからないで履いてしまうと、ちょっとやぼったく見える可能性があるので、やはりですね、白レザースニーカーのようなものが、使い勝手が抜群にいいかなと思うんですね、まあ。グルカサンダルとかもいいんですけど、やっぱり中級者以上向けのアイテムで、 日常生活でグルカサンダル履いてる40代の男性ってほとんど見かけることがないと思うんですね。失敗するとちょっとこう悪目立ちしてしまう可能性があるので、まあ、ある程度ベーシックな着こなしが板についてきて、中級者以上の方がおしゃれに履くのであれば僕はグルカサンダルいいかなと思うんですが、 まずベースは白レザースニーカーで間違いがないかなと思います。まあその中でもいろんな選択肢があって僕が履いてるのはオールスタークップ。これが一番癖がないものでちょっとこれだと退屈に感じるんだよなという方はジャーマントレーナーを選んでみるだとか少しミリタリーっぽい雰囲気を入れるだけでも白レザースニーカーの中でも変化を出すことができるのでそのような形で え、雰囲気を作っていただくのがいいかなと思います。まあ、白レザースニーカーというと、ベーシックで、ちょっと退屈なイメージがあるかもしれないですが、大人の着こなしにとっては、もうマストのアイテムで、僕自身も、本当にシンプルな、こういったオールスタークップは、あんまり履くことはないんですが、ジャーマントレーナーは結構履くので、まあ、そういった点では、初級者から中級者の方までお楽しみいただけるかなと思うので、 シンプルな夏の着こなし。やっぱりですね、黒系のレザースニーカーだと重たいんですよ。足元が重たく感じるので、白とかで清涼感を出してあげるとすごくいいと思いますし、先ほどご紹介したグレー系のパンツ、そしてブラック系のパンツにも相性がいいので、ぜひ皆さんもですね、何か一足ベーシックなものを選ぶのであれば、こういったレザー系のスニーカーが鉄板かなと思うので、チェックをしていただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、かなり定番的なものを皆さんにお伝えしたんですけども、40代の大人の男性に合う定番的な夏服5000ということで、お届けさせていただきました。まあ、僕の動画も結構ですね、その動画によってテイストが変わってくるんですね。 トレンド的なものを皆さんにご紹介することもあれば結構定番的な今回の動画のようなものもあったりするんですがまあ久々にですねまあど真ん中というか定番的な服を着てみて思ったんですがまあこういったお洋服がまあ僕ら世代にはやっぱり似合いやすいような感覚はありましたね無理をしてビッグシルレットに振りすぎるのもなんか違和感を覚えている方も多いかなと思うんですねそれは僕自身もですねサイズ感結構大きく振りすぎるとんなんか違うなという 感じがあったりするんですがまあ、そのあたりはですね年齢によってどのようなスタイルがはまりやすいのかというのがあるというところぜひ皆さんもですね頭の片隅に置いていただければなと思っていますもちろん例外もあって40代以上の方でもトレンド的なものがすごく似合う方もいらっしゃいますし定番的なものはかえってしっくりこないという方もいらっしゃるかなと思うんですねただ40代の大部分の方にとっては今回の動画の内容はですね 結構役立つかなと思うので、ぜひですね、ご紹介したアイテムをコツコツ集めながら、40代の着こなしも存分に楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、メンズファッションの基本について分かりやすく解説をしたいなと思っているんですが、 もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます。YouTube のメンバーシップチャンネルにて解説をしています。こちらですね、定期的にメンバーシップ限定のライブ配信もやっていますので、 気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また、もう一つですね、オンラインサロンというものも運営をしています。なかなか動画を長く見る時間がないよなという方はですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説をですね、1日5本ぐらい記事を書いていますので、そちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。